どうも皆さんこんにちは、チャクバセです。本日はですね、またね、皆さんに残念なお話をしなければなりません。ということで今回ですね、こちらの B4 さんアメックスからのチャージでね、満額をポイントがね取れて、めちゃくちゃねおすすめさせていただいたわけなんですけども、本日ですねこちらアメックスからのチャージからポイント半額になりましたということで、またねペイペイありますよね。こちらもですね、解約ということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、いやね、非常に残念なんですけども、アメックスの公式サイトにですね、ポイント半額のね、一覧に、こちら B4 さんがですね、入ってしまいました。イデアがですね、2023年の4月末ぐらいだったと思うんですけども、ポイント対象外にね、入りまして、まあそこからですね、ちょっと定期的にね、チェックしてさせていただくようにね、してたわけなんですけども、今までね、こちら B4 さんに関しては、イデアがね、対象外に入って、なんで B4 さん入んないんだろうな、なんていうふうに思ってたわけなんですけども、こちらですね、キャッシュと同様、ポイント半額の対象先にですね、このね、B4 さんが入ってしまいました。おそらくですね、私ね、もう2日に1回ぐらいね、チェックしてたと思いますんで、おそらくこちらね、5月1日から適用になってしまったと思うんですけども、今後ですね、アメックスからこの B4 さんへのチャージに関しては、ポイント半分っていった形になります。ですので、プロパーとかね、ANA アメックスとかね、ここら辺からだと、200円につき1ポイント。ヒルドアメックスプレミアムとか、マリオットアメックスプレミアムカードに関しては、200円で3ポイント。まあ、こういったね、還元率になりますんで、まあ、今後はね、ご注意くださいっていうよりも、まあ、多分ね、こうなってしまった以上ね、もうイデアに関しても、B4 さんに関してもですね、おそらくもう使う方はね、いらっしゃらないんじゃないかな、なんていうふうに、思うんですよね。まあ私自身もですね、このポイント還元率、まあチャージに対してのね、ポイントが良くて、またね、このイデアも B4 さんに関しても、3D 席はね、対応しておりますので、そのままね、スイカとかにも登録できて、利用することができてたわけなんですけども、今後はですね、まあ、ポイント半額になってしまうという風になりますんで、特にね、B4 さん利用しなくてもキャッシュとかね、はい、そういったものでもね、こちら利用することができてしまいますんで、まあこれにてですね、ひとまずプリペでね、ポイントを満額取るっていうのは、まあ終了になってくるかなっていうところですかね。今回このルートが、まあ、ポイント半額になりまして、いろいろね、試させていただいてるんですけども、私がね、現状こちら利用できますよっていうのは、ソフトバンクユーザー、LINEMOユーザーの方限定にはなるわけなんですけども、ソフトバンクまとめて支払いからのソフトバンクカードチャージ、それでポイント満額。で、それをですね、今ね、Apple Pay にこのソフトバンクカードって登録できるんですよね。それであれば、Apple Pay でですね、スイカとかパスモとかね、チャージすることができますんで、まあこれであればですね、ソフトバンクユーザー、LINEMOユーザー限定にはなりますけども、まあポイント満額ね、取れるかなっていうところなんですけども、まあこれ以外にはですね、まあ今試しているところちょこちょこあるんですけども、今のところね、断言できるところはございませんので、もしね、私これ使っててポイント満額スイカパスモチャージで取れてますよみたいなね、まあこういったのがね、アメックス経由でね、できるのがあればですね、ぜひね、教えていただきたいななんていうふうに思うんですけども、まあ個人的にはですね、このスイカをね、よく使いますので、このね、スイカでこのポイント満額が取れるっていうのはね、非常に個人的な重宝してたわけなんですけども、残念ながらですね、今回ね、解約はね、発表されてしまいました。ひとまずね、今後は、まあ私としてはですね、アメックスから、まあキャッシュにチャージして、まあそこから、レボリュートっていう感じですかね。まあ一応ね、レボリュートっていうのは一応プリペなんですけども、このプリペね、まあちょっと先日ね、不正利用とか食らってしまいましたけども、このレボリュートっていうのはね、ちょっと特殊なプリペで、まあ本来プリペってね、携帯代とかそういうね、月々払うものとかね、登録できなかったりするんですけども、まあレボリュートであればですね、使えたりもいたしますし、またね、アメックスだとですね、アメックスが使えないっていうところで、このね、まあビザブランド、まあキャッシュも同じですけどもね、このビザブランドを持っているとですね、やはりね、利用することが、まあビザってのはね、まあ使えないっていうところはね、なかなかないので、まあこういった感じでね、今後は利用していこうかななんていうふうに思ってるんですけども、まあ今回ね、解約来てしまいましたので、残念ですね。はい、ということで、もしね、こういうのがありますよっていうのがありましたら、ぜひね、教えていただければなと思います。それでは次にですね、5月1日に PayPay からね、発表がありました。2023年の8月1日から PayPay を利用した際の PayPay クレカ以外のクレカ決済は
できなくなるということで、こちらね、残念ですね。またね、クレカの登録自体も2023年7月から新規のカード登録も停止になりますということで、こちらね、残念ですね。まあ今までですね、このペイペイっていうのは、クレカ使えないけどペイペイ使えますってところ、未だにあるじゃないですか。まあこういうところでですね、このね、ペイペイにクレカ登録できて、クレカでもプリペイでもいいんですけども、まあ 3D 席はね、対応しておりましたら、まあ5000以上もね、利用することができて、まあこれ 3D 席は対応してなくてもね、5000円未満を、5000円以下はね、利用することがね、月々できてたわけなんですけども、まあ 3D 席はね、通っていれば25万円までだったと思うんですけども、まあ利用することができるっていう風になりましたので、まあ私個人的にもですね、こちらすごいね、使ってたわけなんですけども、これもね、残念ながらね、塞がれてしまうという風になりますんで、まあ、2023年の8月1日からということで、まあ、まだね、3ヶ月ぐらいありますけども、まあ、今後はね、こちら利用することができなくなるっていう風になりますんで、こちらね、覚えておいていただければなと思います。PayPay クレカに関しては今後もね、利用することができるみたいなんですけども、まあ、それ以外のね、カード決済は、まあ、今後はね、利用することができなくなるっていう風になりますんで、まあ、こういったね、使い方は MIXIM とかでもね、使ってる方もいらっしゃったと思いますし、やはりプリペ系ですよね。はい。3D セキュアで登録できてっていうのでね、利用されてた方ね、結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、今後ね、利用できなくなりますんで、この点もね、注意してください。またね、ソフトバンクユーザー、Y モバイルユーザー限定にはなるわけなんですけども、2023年の8月1日よりソフトバンク、Y モバイルのまとめて支払いによるペイペイの残高チャージ、こちらがですね、チャージ手数料がね、8月1日から発生するように、2回目からなるそうですね。毎月初回のチャージは無料っていう風になるわけなんですけども、2回目以降はですね、2.5% のチャージ手数料発生しますっていう風になりますんで、これ結構すごいですよね。1万円チャージしたら1万250円。かかるっていう風になりますんで、こちらもね、2023年の8月1日からね、開始になるっていう風になりますんで、まあ、月1回はね、無料で利用できるということですので、まあ、1回でね、済まして、利用していただければいいと思うんですけれども、まあ、こちらもね、合わせて覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、B4 さんと PayPay のね、解約ということで、話ね、させていただいたわけなんですけども、いや、B4 さんね、本当に最後の砦だったんですけども、いやー、残念ですね。本当にね。まあ、今まで約半年間ぐらいですかね。ポイント満額で、イデア、B4 さん利用することができて、まあ、先月にイデアね、封鎖、まあ、ポイント対象外にね、イデアの方になりまして、まあ、B4 さんの方はポイント半額っていう風にね、なりましたんで、まあ、今後利用する機会っていうのはですね、ちょっとなくなってきてしまうかな、なんていう風に思いますんで、まあ、私も多分ね、もう両方とも多分利用しないと思うんで、まあ、解約でいいですかね。はい、多分すると思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。